はい、それでは、当初の定例記者会見を行います。昨日緊急事態宣言が発出をされました。このことについて2点申し上げます。1つ目は、緊急事態宣言は罰則の規定などありませんが、しかし基本的人権を制限したり、皆さんに大きな要請をするものです。でこれは特措法の5条に、基本的人権の制限は最小限のものでなければならないという規定があり、また付帯決議もしっかりつけられています。このことが守られるように、社民党としてはしっかり監視してやっていきたいと思っております。これは新聞報道ですが、政府がインターネット業者に対して、まさに位置情報や、それからインターネット上多く多用される言葉の索引について情報を提供してくれるように要請したという記事がありました。位置情報、ここにたくさん人が集まっているというのは必要かもしれないんですが、私が非常に危惧するのが、インターネット上たくさん使われる言葉の検索など必要なんでしょうかということです。どんどん情報が政府に流れていく。それからもう一つの懸念は、緊急事態宣言が解除された後もそういうことが残ったら大問題だと思っています。つまり、いろんな基本的人権に対する配慮や、そういうものが緊急事態宣言によって政府も人々も、それからその会社業界も、こういうもんだという形になってしまわないように、そのことについても、社民党をしっかり、注視してやっていきたいと思っております。で2点目は、総理が昨日、議運運営委員会の中で、新型コロナウイルスの対応を踏まえつつ、国会の憲法審査会で与野党の枠を超えた議論を展開したいと言ったことです。緊急事態宣言が憲法改悪の緊急事態宣言条項の議論の露払いにならないように、これはしっかり、これまた注視してやっていきたいと思っています。このコロナの問題で緊急事態宣言が出て、これで緊急事態宣言条項、憲法改悪を議論しようということに結びつけるのは本当にひどいというふうに思っております。ですから、この緊急事態宣言と緊急事態条項は別物ですから、憲法改悪の議論に引っ張ろうということにならないように、これもしっかり注視をしていきたいと考えています。次に、経済政策について申し上げます。まさに緊急経済対策が出ました。しかし、これ事業規模が108兆円と言われておりますが、財政出動が39兆円です。補正予算案は16兆8057億円で、また給付については6兆円というふうにも言われていて、金額としては108兆円ではなく、補正予算案は16兆8057億円です。これはやはり少ないのではないかというふうに思います。それから、国民の皆さんに外出自粛を言うのであれば、保証とやはりセットです。お金がなければ、まさに、自粛はできない、仕事に行くということも起きるわけで、これはいろんなさまざまな、お店を開いている人たちにとってもとても切実です。ですから、これは自粛と保証はセットであると。でこれは個人の自営業に対しては100万円、中小企業については200万円支払うという提案がされています。しかし、この要件等まだ明確ではありません。まさに、自粛と保証はセットであるということを、今後補正予算の審議や国会の審議の中でしっかりやっていきたいと思っております。で、緊急経済対策の中には、もちろん住宅についてや、さまざまな点で評価できるところもあります。しかし、皆さんどうでしょうか。30万円世帯主に、世帯に30万円払うと、その要件がとても厳しいものです。
これは具体的には世帯主の月間収入、本年2月から6月の任意の月が新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少、これは半減以上しなければならないと、半分以上収入が減り、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等を対象としております。これでなければその30万円支払われないと。これは2000万というふうに言われておりますが、本当にそうでしょうか。であと自分はそれに当たるのかどうかというのがよくわからない、あるいはこの外出自粛の中で、会社とかいろんなところにこれ取りに行くとかですね、書類の整備だって大変だと思います。一律個人に10万円払うべきだということも国会の中でさらに主張していきたいと思っています。限られた一部の世帯に30万だとこれ不公平になる可能性がある。世帯は1人のところもあれば10人のところもある、それから世帯主のこれで判断しますから、世帯主にはあんまり収入がなくって、世帯主以外の人が解雇されたというような事情もあります。また線引きのところで例えばどうして自分が跳ねられるんですかとか交渉に行くとか、郵送や電子、インターネット上の申請もできるとしていますが、問題が生ずればやはり交渉に行かなくちゃいけなくて、感染の拡大にもなると思っています。それからドメスティックバイオレンスなどで妻と子供が例えば別居している場合、世帯主に払われるとなれば妻と子供に対して恩恵がいきません。世帯主って大体おじいちゃんが夫であるということが多くて、ほとんどのケースの場合男性です。ですから、そこには行くとしても他のところにはその30万の恩恵がいかないということもありますし、やはり個人単位個人にもう恨みっこなしで10万円というのがいいと思います。総理はこちらの方が時間がかかるというふうに言いましたが、一人一人に対してチェックしたり審査する、それは自治体の行政の事務も大変ですし、私は一人10万円もちろんこれ放棄する人やいいですよという人が出ても構いませんが、それでやるべきだというふうに思っています。今コロナの問題で例えば学校が休業になるとか、高齢者を家で見る機会が多くなったとか、さまざまな点で多くの人たちが大変な思いをしております。ですから一人一律10万円にすべきであって、30万限られた世帯に払うという政策はやはり、非常に不公平と分断を生みますし、また非常に限られた人たちにしか支給されないので、これは見直すべきだと思っています。それともう一点だけ最後に申し上げます。この緊急経済対策なんですが、最後の3というところでですね、次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復というものがあります。将来これはコロナウイルス感染症の拡大が収束し国民の不安が払拭された後は反転攻勢のフェーズとしてこういうことをやります。ただ今皆さんに外出の自粛をしている状況で、このことが本当に響くんだろうか。緊急経済対策としては今こそやるべきことをやるべきだというふうに思っています。観光運輸業飲食業イベントエンターテインメント事業等に対する支援ですから、明記はしてありませんが食事券や旅行券というのも将来出てくるのではないかという口ぶりです。GoToキャンペーン事業でもちろんそれはそれでいいんですが、実はコロナ感染症が収束いつか分かりませんがした時点で企業が本当に倒産をして、もう成り立っていかなくて消滅をして、お食事券旅行券 GoTo キャンペーンなんかが効かないということも考えられます。それはその時点で何をやって景気を回復するかとやるべきであって、今国民の皆さんに
外出の自粛要請をしている時に、まさに GoTo キャンペーンがありますよというのはどうなのかというふうに思いました。今日東京新聞のコラムに斉藤美奈子さんが書いていらして、自粛は行動は自粛をするが政府批判は自粛しないって書いていらして、この今どういう政策が取られるのか、検査と隔離をちゃんとすべきだということも含め、政府のまさに政策の変更を求めたり、しっかり意見を言わなくちゃいけない時だと思っています。社民党はそういう立場でしっかり監視し、しっかりチェックし、しっかり提言し、政策の変更も求めていく、その立場で頑張ってまいります。以上です。朝日新聞の小林と申します。まず冒頭であった憲法改正の話なんですが、なかなかその平時ではですね、議論が進まないようなテーマについてですね、こういった緊急時の時に、与党側がこういった議論を持ち出す、その狙いについてどうお考えでしょうか。私はこういう非常にその緊急事態宣言が出て議論がしにくい時に今持ち出すというのはおかしいというふうに思っています。で、緊急事態宣言と緊急事態宣言条項は全く別物ですが、緊急事態宣言が出た、そのどさくさに紛れて、議論を持ちかけようと、憲法改悪の露払いに使おうというのは、今コロナの問題でみんなが苦しんでいる人たちを本当に愚弄するものだというふうに思っております。言っていいですか。はい、一部の政党からはですね、国会について、休会もすべきだというような意見も出ていますが、福島さんとしてはこの休会論についてはどのような考えですか。はい、先日与野党で国会は休会しないということを決めました。私は休会をすべきでないと考えています。その理由は、三権分立で国会が休会をすれば二権分立になってしまう。つまり、今本当に重要な時で検査をちゃんとしてほしい、こうすべきだということもいろいろ提言してきました。軽症者はホテルやホテルというか選手村とかで、ちゃんと隔離して、ちゃんとベッドは重症者にやるべきだという質問をしたりして政策の変更が起きています。国会の役割はとっても重要だと思っています。補正予算の審議も大事です。ですから休会はしないと。実際厚生労働委員会でコロナ集中審議も今度やりますので、休会はしないでしっかり国民の皆さんの声をできるだけ受け止めて審議をすべきだと思います。ただ今日は記者会見を広いところでやっておりますが、いろんな点で配慮は大いにすべきだと思いますが、国会こそ休会をすべきではないと思っております。すみません、はい、今の配慮すべきというところについてもう少し伺いたいんですけども、他の野党からは審議時間を短くするとか、その不要不急の法案を提出したいとか機会とかいろんな案が出てますけども、社民党としてもお考えはありますか。そうですね、入り口にいろんなところの場所に手を消毒するところもありますし、また今ご存知合同ヒアリングやいろんなところも間隔を空けて座るようにとかいろんな配慮をしています。ですからそういう配慮はやったらいいと思っています。ただ審議時間に関しては私は分からない。むしろ議論すべきことがたくさんあるんじゃないかというふうに思っています。コロナ関係でもコロナ関係以外についてはどうですか。でもそれもケースバイケースだと思います。例えば検察庁法の改正案で検察官の定年を内閣が個人に着目して、この人は延長する、この人は延長しないってできるわけですよね。63歳になった検事長をそのままもう一回検事長でいるのか、63歳になったら役折りといって普通の検事にするのかを内閣が決めるとかですね、いろんな法律があります。いや、その法律を審議しないよ、もう今国会成立させないでいいよならいいんですが、重要な法律や議論すべきことがですね、議論、種苗法とかですね、スーパーシティね、いろんな法律が出ていて、
法律の中身をちゃんと審議しないで成立させるっていうのは大問題だと思います。ただだってあの、ね、国会で審議しないと大変ですから。ただあのやり方やいろんなことについてはここの場合きちっとあの皆さんで議論したらいいというふうに思います。でも重要な問題がある法律をとても短い審議時間で成立させるということが問題があるんじゃないでしょうか。はい、時事通信の近藤です。その党の出勤体制などそういった工夫を具体的にどのように考えているのか。はい、社民党の党本部では3人ずつのローテーションで毎日出勤しないで済むように、今やっております。元々の体制からどのぐらいの削減になっているのか。元々の体制からどのぐらいの、そうですね、半分以下ですよ。3分の1ぐらいになってませんかね。ローテーション組んで、毎日出勤ではないやり方を取っております。あ、じゃあ、はい、読売の平田です、はい、今の確認なんですけど、その3人でローテーション組んでっていうのは3人1組になって3人のうち誰か1人がその出勤する人、あ、じゃなくて、出勤する人がちょっとすいませんね、これ3人出勤してんですよね。今党本部の方は上官が1人と事務局2人で、3人で出勤してます。で今はちょっとアットランダムなんですが、来週からは A チームと B チームに分けてそれぞれが万が一の時に広がらないように工夫をして対応するということにしてますし、機関紙宣伝局は社会新報や月刊社会民主の、編集業務がありますので、ここも今在宅勤務を中心に、誰か一人はいるという体制で、やってます。なお、皆さんもご承知の通り考慮日、などについては必要最小限ですけれども、出てきてやるような体制になってます。なお、国会と、政策審議会の方も、なかなか国会が行われてますので難しいんですが、できるだけ工夫をしたいということで、政策審議会についてはローテーションで今始めているところです。また時短ということで勤務時間の短縮や時差通勤なども行っております。福さん、はい、次のことです。コロナに関してですけども、イタリアやスペイン、フランスに比べてお亡くなりになった方というのは非常に少ないですね。イタリアなんかが発症したというのに比べて日本が早く、中国に近い線もあると思います。それの、死亡者数をどう思われますか。はい、というかですね、私は日本のコロナ対策の大きな課題は事実がどうかがよくわからないということにあるとおっしゃる通り思っております。確かに現在では感染者と、感染者最近東京などでは増えていますが、感染者と死亡者数はまだ諸外国に比べてそんなに多くはありませんが、これから増えていくんではないか。で今おっしゃった通り、検査数が少ないので、例えば肺炎で亡くなった方がコロナで亡くなったのか、いやコロナ以外の肺炎で亡くなったのか、全て検査しているわけではないのでわからないと。つまり今の日本の政策の最大の問題点は、私は検査と隔離ということがしっかり行われていないことにあると思います。ですからもっとこう検査をやって、感染者が仮に出たとしても軽症者はオリンピック村とかホテルやいろんなところでやり、重症者はしっかり病院の病床でやってもらい、病床が変化すればちゃんと病院でケアをしてもらえるみたいな形に、すべきであって、検査と隔離の徹底こそ今の日本の課題だというふうに思っています。1万1000件検査の
できるというふうに政府は言ってるんですが、ご存知、今でも毎日どれぐらい検査をしているかといえば2000件台、3000件台です。これは件数ですから、個人にするともっと減るわけですね。でこの件数は諸外国に比べては桁違いに少ないわけです。つまり今の日本の問題は無症状感染者が想像以上に多く、その人が例えばどこか地方に行くとかどこか行った時に感染者を増やす、あるいは病院の中で院内感染が非常に増えるという問題があるわけです。つまりみんなが寄ってたがって検査に行くから医療崩壊が起きるというよりも、いろいろ実は無症状感染で自分は気がついてないんだけれども院内感染含め広げているというところが問題であると。ですから検査と隔離をしっかりやるというのは必要だと思います。ですからもともと帰国者接触者相談センター、これもコロナ対策相談センター、コロナ相談センターに名前を変えるべきですし、それからクラスター班というのも、これは初期の段階では良かったかもしれない、屋形船だとかですね、北海道の飲食店でのクラスターのどうあったかを調べるという感じですが、もう東京首都圏では経路をたどれない、無症状感染者で広がるということが起きているので、過去の今までの経緯をにこだわらず、むしろコロナ対策という形でやるべきだと思っています。で私はオリンピックのことがあるので、感染者が爆発的に増えるとオリンピックが中止延期になるので、検査数を抑えているのかと実は思っておりました。3月24日総理は延期を言うわけです。しかし3月24日以降もあまり検査数が増えないので、これはどっかやっぱりよく言われるように詰まっているというこの状況をですね、もっと民間でいろんなところでできるように、これは改善すべきだというふうに思っています。検査と隔離、これは野党は市民党も私もですが2月から言っていることなんですが、検査体制がしっかり行われるように、検査と隔離がちゃんと行われるように国会の中でも言って政策の変更を促したいと思っています。ただ軽症者に関しては、つまり感染したら全員病院で、入院しなくちゃいけないっていうのを変えて、軽症者は、オリンピック選手村やホテルでしっかりもちろんケアしてもらって感染が広がらないようにしてもらいながらやるというふうに、これは政策が転換したので、しっかり感染が広がらないようにと思っています。自宅でも家族感染が広がるので、できればオリンピック選手村ホテル、そんなところ、あるいは公務員のさまざまな研修施設やいろいろありますので、そういうところを活用すべきだというふうに思っています。医療崩壊が絶対に起きないように、頑張ってやっていきたいと思っています。そうしますとですね、一般の風邪でですね、ちょっとこじらした人が入院して、それから肺炎を起こすと、3日ないし4日でお亡くなりになると、これは二階堂進さんとかですね、堀内光雄さんの例をとっても顕著なわけですけれども、その風邪だと思われて入った人が結局コロナであったときに、医者というのはその最終的な判断をしなきゃいけない、それを届け出していないという例があるというように考えてもよろしいんでしょうか。私も分かりますが、検査数が多くないので、そういうことはあり得るというふうに思います。だからこそ、もしコロナだと分かれば他の人に院内感染もしないわけですし、広がらないわけですから、やはり検査はちゃんとやるべきだというふうに思っております。よろしいでしょうか。はい、青木さん。共同通信の富成です。緊急経済対策についてお伺いをしたいんですけど、はい、政府は108兆円の事業規模ということで、史上最大だというふうに、主張されているわけですけど、中身を見てみると、例えばその納税とか社会保険料の、繰り延べというか、猶予ですね、それが26兆円も入っていたり、要はその水増ししてんじゃないかというような指摘もあるわけですけど、この108兆円という規模に関してはどういうふうに評価されますか。はい、
まあ、事業規模は108兆円なんですが、財政出動が39兆円です。で、補正予算案は16兆8057億円で、あと医療やいろんなものについては 2. 何兆円かですし、それから国民への給付の費用は6兆円とも言われています。ですから補正予算が16兆8057億円ですから、で実際の財政出動は39兆円で、そんなに多くはないんですよね。補正でまず16兆円なわけですから、まだまだ少ないんじゃないでしょうか。とりわけ先ほど言った、限られた一部の世帯にだけ30万円というのはやめて、もっとしっかり、応援をすべきだというふうに思っております。それでちょっと細かいですが、雇用調整助成金の中小企業に対する10分の9はクビにしない、解雇しない場合に10分の9で、ある意味その解雇しないようにというインセンティブはあるんですが、ぜひ、中小企業やいろんなところに対する支援策は解雇をしないっていうのとセットだというふうにすると、やはりこの今、派遣切りにあっているとか、クビになるとか来なくていいよって言われるのを少しでも防止できるのではないかと思っています。ですから自粛と補償はセットであると、それから企業に対する支援は解雇しないということとセットであるということを国会の中で主張していきたいと思っています。はい、静岡の補選について野党の一部からは延期論を続きありましたけれども、その結局与党間で話し合って延期せず協力して戦うことを決定したと、その状況についてと、あと代表なり幹部の方が現地入りされる予定があるのか。はい、昨日幹事長が野党で集まって、静岡の補欠選挙で頑張ろうという意思一致をしたというふうに聞き、またぜひ激文を送ってくれとか、来れる国会議員はどうぞという要請がそれぞれ来ていると思います。ですから、今中間選挙で自治体議員選挙をやっていたり、静岡の補選もあり、なかなか選挙しづらい状況ですが、力を合わせてやっていきたいというふうに思っております。で、選挙のやり方についてはまた工夫が必要だというふうに思っています。はい、すみません、朝日の小林です。記者会見のあり方についてお尋ねしたいんですけど、一部の政党ですと、ウェブで生中継をしたりとかですね、工夫しているところもあれば、あと東日本大震災の時はですね、菅直人政権の時は菅さんそのぶら下がりをもうやめちゃったっていうですね、逆に減らしたりなくすっていう、そういう選択もあると思うんですけど、その辺こういう非常事態に記者会見についてはどうあるでしょう、どう崩すべきか。そうですね、実はこの記者会見もそのまま中継をしておりますし、インターネットも今日中継していただいているっていうのもあるんです。ですから、そうですね、ただ、どうですかね、それはちょっと考えてみます。つまりこういう場所だと具体的に質問をもらって答えるっていうのがあるので、そのズームで記者会見っていうのもあるかもしれないんですが、質問を具体的にもらうのも必要な場合もあるとは思っています。で、ぶら下がりの回数やそれについては、ケースバイケースだと思います。つまり、記者の皆さんたちも私たち国会議員もそうですが、いろんなことに目を配り目を光らせ、質問すべきことは質問し、改善すべきことは改善しっていうのが仕事なわけですよね。ですから、そういう仕事をちゃんとやることを保証しつつ、やり方はこのコロナに、感染をできるだけ予防、あるいは防ぐために何ができるかということだと思います。インターネット中継はとりわけやっていこうとは思っていますが、すべての記者会見を無人でやるかどうかっていう点だと、やっぱり記者は直接聞きたいっていうのもあるでしょうし、私はそれは残しておくべきだと思っています。ちょっと関連ですけど、菅さんもさっき話をしましたが、あれ政権側がですね、こういう時に
どういう形で情報発信すべきかっていうことについて、まあ、国民の知る権利の確保という観点から、そうなんです。つまり、憲法21条が表現の自由があり、憲法21条のもとに国民の知る権利が保障されています。で、とりわけ緊急事態宣言が出されると、何が起きていて、どういう問題があって、政府がどうしようとしているのか、国民の知る権利をやっぱり最大限守らなくちゃいけないというふうに思います。だからこそ、まあ、記者会見のやり方等はいろんな工夫があると思いますが、政治に対する監視や批評や分析や批判はむしろ健全なので、それはちゃんと担保されるべきだと思っています。でないと独裁国家になってしまったら大変なことになると思いますので、国民の知る権利が保障される形での、発信が必要だと思います。一方的な発信ではダメで、やっぱり質問を受け付けるべきだしと思います。よろしいでしょうか。じゃあ終わります。ありがとうございます。